もしもし。これ配信画面配信されてませんになってますけど、配信してます今。ああ、なってます。戻ってきたらしい。おお、よかったよかった。戻ってきました。あ、ヘルニアンズがちょろっと流れてるのが皆さん聞こえたみたいなんで大丈夫なんですかね。はい、聞こえそうですね。じゃあ、皆さん大変申し訳ないんですが、なぜかですね、ネットが全くできない状態になっていて、ドフ攻撃を受けてね。なんかみんなそういう書き込みばっかりになってますよ、ここも。もうみんな赤い服着ててどうにかごまかしてます。ちょっとみんな赤すぎたんですかね。やっぱりサイバー攻撃は怖いね。いや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 。じゃあですね、せっかくなんで、はい。復旧しましたんで、はい、石川コラムに行きたいと思うんですが、また来週さようなら言っていいですか。はい、はい、じゃあ石川さんが今思ってることを自由にトークしていただくコーナー、名付けて石川コラムです。石川さんお願いします。目標の設定いうんかな、はい、あれを、ある経営コンサルタントの人が目標設定の話をしようって、その、企業の来年度の売り上げは5% 増しで 105% を目指します言って決めとって、でそれを、バカな話だと 5% を売り上げを上げる言ってで、例え話で、旦那さんが散髪屋行って 5% 髪の毛切ってくれとで、5% 全体切ってから家に帰って奥さんにどうやどうやって言うても「はあ」言うて言うレベルのもんで、その 5% 変わったりって誰も気づかない。でじゃあその来年は 5% の売り上げ増言うて言うた社員は結局来年は何もしません、頑張りません4と一緒で、少々のことやったら別にもう目標設定とは言わない。である程度もそのものを目指す場合最低でももうその、散髪でいいや丸刈りにするとか、パンチパーマにするとか、その人が見て「あっ」言うて思うレベルの目標設定じゃないとやっぱり頑張る方も中途半端に頑張れない、やっぱりその劇的に自分は変わるんだいうビジョンいうんかな。あれを持たんと人間因はほんまに変われない。やっぱり自分に甘い考えでちょろっと 10% 変わろうとか言うてもやっぱり見た目は何も変わらないから全然その目標設定と意味がないいう話を聞いてね。でまっことそうだないうで、うちの会社もあんまり数値の設定を大きく出してなかったいうのがあって、耳が痛い話だったけどね。で数字ばっかりじゃないその目標、人生の目標でも何でもなんか自分で想像できる部分まで言うたら案外こう自分に甘い設定なんかな思ったりね。割ともう高いところへボーンと。で孫さんも言うたけどやっぱり夢言うんはもう高ければ高いほど、人から「バカじゃのー」って言われても高ければ高いほどやっぱ面白い。でその面白い人が何と言おうと笑おうとその自分が決めた高い目標に向かってこう進んで努力していくのがやっぱり面白い人生を作る、秘訣いうんかな。その人生と目標いうのはもう連動してそれを面白いもんにするか面白ないもんにするかは結局本人の、その目標設定次第なんじゃいうのがねあって、これは会社だけだし個人でも何でも、趣味でも何でもそうだけど、ある程度その劇的に変わるようなもう作ったらこう人生面白なんじゃないかな思ってね。だけどわしらでも今いろいろ自分を改造しようとしょるけど、やっぱりこう面白く楽しく過ごしたいな。うん、でまあ目標設定はまあ自分の中の設定で個人の中なんだけど、うん、じゃあ日常生活をこう面白くするためには何をしたらええんかって言ったら面白い人間に会うことうん、うん、なんか今フェイスブックでいろんな、まあ、小草さんも含めいろんな人間に会えるけどこう自分の生活をどんだけ面白くするかいうんはやっぱりどんだけ面白い人間によく合うかいうんにね連動しとるんじゃないかな思ってで自分が想像せんものをみんなが持っとってそれに触れることでああそうなんだ言うて感動することもいいしねうんとにかくこういかにして面白い仕事面白い人生面白い生活を送ろうかいうのがやっぱり考えていかないかんな思ってね、うんうん、そういう方にあったらこう自分も頑張ろうっていう気になりますもんね。そうよね、うん、やっぱりこう刺激してくれる人、うんうん、あそう頑張れおるなでも面白いなでも、うんまあ、不思議ななでもええしそれもあるかもしれないですね、うんうん、なんかこう自分わしらもそうやけど、うん、自分にできんことをする人ってすごい尊敬するの。うんはい、ほんでまあ先週レッドヘルアーミーの竹岡さん来ちゃってでわしは翔ちゃんやって4番買ってやっぱりねわしにバンドせえても要せんわけよ、うん、わしにできんことをしとってん人あんまりね、うんこうちゃん付けとかでよう呼ばんいうのがあるだけ何をするにもさん付け、うんうん、これはやっぱある意味礼儀かの思ってね、うん、とにかくそうさん付けをするようにしとるんよね。はいはい、ということで石川コラムお届けしました、実は復旧してもですね15人の方が今戻ってきていただいてどうもありがとうございます。大変申し訳ございませんでした。もう何よりも一番小草さん本当すいません、途中で止まってしまいまして素晴らしい記念すべき会に、はい、77回目にして初ですよねここまで止まったのはね、どうもなかったよねこういうのはね。そうですね、ちょっとスタッフ一同びっくりしておりまして何が原因だったのかわからん僕だという電波障害をもたらしたかもっていう乱反射したんだねなんですかそれWi-Fi が反射したというまあいつもと違う状況ってなると僕ですからねやっぱりね時期を持ったんだろうね一応ですねこちらの方録画の状態でまたちゃんとお届けできると思いますのでこの部分聞いてない方も多分多いと思いますのでねはい、はい、改めて聞いていただければと思います。いかがだったでしょうかって聞くのもなんかびっくりしたというしかない。もう素晴らしい記念すべき77回ということでいや楽しかったですよでハプニングはねない方がいいですがあったらあったで楽しんだ方が得だと思うんでまあね、よかったと思います。楽しむべきだね。そうですね。そうですね。はい。まあ楽しみながらもぼーっとしてただけですけどね。もうねどうしようもできないですからね私たちはね本当。はい。で石川さん次回が78回目ということで、もう来週からは3月になっちゃいます。3月5日の放送です。来週の78回のゲストさんは、はい、まあここ廿日市のね佐伯地区のまあ、PTA の方と、まあ、PTA の OB の方で子育てで教育を中心に、まあ、これから地域づくりをどうしたらいいかって考えてくれる、まあ、語り合う会みたいな、はいうん、日だまりの道いうグループがあります。それの、まあ、山根真澄さんとその会の方がゲストで来られます。来週も教育話で、はい、ドス攻撃受けるかもしれないないサイバー攻撃受けても負けませんハプニングがないようにできるだけ努力はしたいと思うんですけど皆さんぜひ温かく見守っていただければと思います、はい、まあ驚いた回でしたけど、ねうん、びっくりしたね。本当申し訳ございません。いやいや謝らないでください。ねえ。あとは報告連絡事項はないですか。そうですね。4月15日のことですね。はい。さくらぴあのホームページをご覧になっていただければと思います。はい。そしてですね、4月の3月の9日ですね、3月の9日の方もこちら詳しく知りたい方は石川さんの方にDM など送っていただければと思います。よろしくお願いします。そうね、3月9日、はい、でまあちょっと先なんだけど3月11日に、まあ、各地でその防災イベントがあるんだけど、まあわしとしては廿日市のけん玉公園新宮中央公園の方で川本元副市長さんが中心にいろいろ防災イベントをやりますんで、うん、お時間ある方は来てください。はい、はい。まあ大変なことになりましたが、まあ、10時半までに終わらせられたということで、うん、ちゃんとエンディングを迎えられたということで、まあ、よかったんじゃないですかね。びっくりしたな。びっくりしたよ。はい。ちょっと戸惑いが隠せないままではありますが。本当に申し訳ございません。いやいや。まあ本人も反省しとることだから。またそうなりますか。はい。もう頭を丸めてお詫びいたしますので。毛根潰す。なんだかはちゃめちゃな感じになってきましたが、はい。またリベンジでもしていただければ、呼んでいただけるならよろしくお願いいたします。思っておりますのでお待ちしておりますので。はい、じゃあぜひですね、皆さん4月の15日素敵な音色を聞きに行っていただきたいと思います。うん、はい、石川さんも今夜もどうもありがとうございました。ね、大変でしたが、来週はいいようになればいいなと、どうなるかなと、はい、大丈夫だと思います。皆さん3月5日お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは今夜はこのあたりで。ついの間廿日市、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。